こんにちは、柴田です。今回はですね、YouTube を顔出ししてやってて、バレる確率 0.01% といったお話になります。まあ、僕はですね、今 YouTube 始めて、まあもう4年ぐらいになりますね。で、まあメインチャンネルの方では400本ぐらい動画を上げて、で、こっちのチャンネルではまあ今110、120ぐらいの動画を上げております。で、チャンネル登録者数もですね、メインチャンネルの方では1万2000人ぐらいになっておりまして、今なお活動を続けている最中なんですけれども、今ですね、こうやってやってきた中で、バレたのがですね、一人だけなんです。まあもちろんね、こう友達には伝えてたりもするんで、まあそれでもね、僕はもう5人ぐらいの知り合いにしか、この YouTube やってることとか言ってなくて、その友達以外のところですね。今回ですね、バレたのが、お仕事関係の人です。僕は会社の人にもですね、一言も YouTube やってることも言ってなくて、で、もちろんお仕事で付き合いある方々にもほとんど言ってないです。まあ、業界関係の人にはね、数名お伝えしてたりはするんですけれども、それ基本的には誰にもこのやってることは伝えてないんです。まあ、そんな中でですね、今回一人の方に、顔バレをしまして、まあそれがですね、結構面白かったんでお話しさせていただきたいなと思います。僕はですね、通常サラリーマンをやっておりまして、今ですね、通販関係の仕事をしております。なので、まあアーティストのグッズ扱ったりとか、あとアーティスト以外のですね、まあスマホのアクセサリー関係の商品を、まあ管理したりとかっていうことをやってるんですが、まあそれでですね、まあ本当誰もが知るですね、大企業。もう本当に 100% の日本人が知ってるような感じの会社の方とのやり取りがあるんですが、その会社の方からですね、ちょっとある日にご連絡をいただきまして、まあ電話が来て、まあ普段やり取りしてますからね。で、普通通りに仕事の話かなと思って、まあ電話を取ったらですね、今日2つお聞きしたいことがあるんですけれどというふうな話が切り出されまして、で、一つ目はっていうところで、まあ、これはですね、通常のお話だったんです。まあ、通常のお仕事をやり取りをしているので、その流れで今後、じゃあこうしていきましょうかとか、あとこういう資料をやり取りしましょうとかっていうところの話だったんですけれども、その後がですね、ちょっとプライベート的な話になるんですけれども、YouTube やられてますかというふうなところですね、来られたわけですよ。あらあらあらと、僕もですね、ちょっと驚いちゃって、あら、見ましたみたいな感じで話をしたら、いやー見ましたと。最初は全然誰だか分からなかったですと。でもずっと見てるうちに、なんか見たことあんな、似てんなみたいな感じになってきて、もう間違いないということでご連絡をいただいたんですけれども、まあそれぐらいですね、なんかやっぱり意外な人間が画面越しに出てくると、最初全然気づかないみたいですよ。まあ特に僕グラサンしてて、仕事中は、もちろん外してますからね。まあ、そういうのもあるんでしょうけれども、見ててね、やっぱ全然気づかない。まさかね、俺がそこの画面の中で YouTube やってるとは思わないんで、視点と目と思考回路が多分追いつかないですよね。僕が YouTube をやってると。で、普段スーツを着てやり取りしている僕がですね、まさかね、こんな格好をして普通に YouTube やってるとは思わないんで、やっぱ結びつかないんですよね。だからある意味ですね、僕のことを知ってるけれどもずっと気づかずに見てる人もいるかもしれないです。まあ、結構ね、 YouTube ってこう顔バレするのが嫌だっていうところで顔を出さないっていう方が結構いますけれども、意外とねバレないなっていう感じですね。まあ、僕はね全然顔を隠さずに、バレても別にいいやっていう考え方でやってはおりますけれども、意外とねそんなに心配する必要もないんじゃないかなっていうのを今回感じました。ただね、会社で本当一人にバレたら全員に伝わってしまうというふうなこともあるので、まあ今んとこね、僕が運よくそういうふうにくぐり抜けれてるかもしれないですけれども、まあ、うちの会社はあれですよ、こういうのをやっちゃダメだとかっていうのは全然ないですけれど、まあなんていうかね、まあ僕がなぜ YouTube やってることを知り合いとかにあんまり言ってないかっていうのはですね、まあ、僕は基本的にギターのチャンネルをやってるんで、ギターをやってない人に僕のチャンネルを教えて登録してもらっても
多分面白くないです。その人も面白くないし、多分登録者でも見ないですよね。まあ、そんなのって別に、共有する必要が全くないというか、まあ、僕はなので共感できる人とだけこういう情報共有をしていきたいタイプの人間なので、あんまりねギターに興味がない人とは、まあ、そんな見てもらいたいとも思っていないので、まあ、伝えてないだけですけどね。ただ会社でバレて、その興味本位だけでですね見に来られてもギターを全然やらないとかやる気もないとか興味もないっていう人がこう見に来られてもなんか嫌だし、身内でコメント欄がこうねなんかこう埋まっちゃってくのもなんか見てて見栄えがいいものじゃないですよね。まあ、なのでこれからもですね僕は誰に言うこともなく、あ、ただですね僕を今回見つけてくれた人はですねギターやってる人です。もうロックやってる人なんで、まあ見た感じそんな感じだったんですけど、ロックやってる人だったんで、あのギターの話もね普通にできるので引き続きご覧いただきたいなと思ってるんですけれども、まあ、ギターを興味ない人には、まあ、今後もこのチャンネルを教える気は一切ございませんという感じで、ギター好きな人、ヒデ好きな人、XJAPAN 好きな人、あと90年代ビジュアル系ロックバンド大好きな人が集まってくれたらなと思っております。引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。